我々が生きている実空間の座標は X、Y、Z です。それに対して座標が KX、KY、KZ となるような空間が逆空間です。その逆空間における格子を逆格子と呼びます。逆格子なるものを考えなければならない理由は2つあります。1つ目は物質の結晶構造を知るためです。我々が物質の原子配列を知るためには解説と呼ばれる実験を行う必要があります。解説実験は逆格子を観測する手法です。観測された逆格子を解析することで実格子に対応する結晶構造を知ることができます。2つ目の理由は固体中の電子状態が波数形で指定されるためです。例えば実空間における物体の位置エネルギーは座標である X、Y、Z の関数となります。それに対して固体中の電子のエネルギーは逆空間の座標である KX、KY、KZ の関数となります。このようなエネルギー E と波数形の関係を調べると固体中の電子状態がわかります。この2つが逆格子や逆空間を考える必要がある理由です。ここからはその意味や具体例についてもう少し詳しく解説します。固体物理では主に原子が周期的に配列した結晶を対象としています。原子が周期配列しているとそこに含まれる電子の密度も周期的になるため波として表すことができます。例えば原子が一次元的に間隔 A で配列している場合、電子密度分布を表す波 NY は波長ラムダイコール A を持つ波の和で表せます。複雑な三次元構造とポテンシャルの場合には様々な波長ラムダを持つ波を重ね合わせることでその構造を表現することができます。三次元の実空間における任意の波の波長をラムダとします。波長ラムダに対してラムダ分の 2π を波数形と定義します。波数形イコールラムダ分の 2π は単位長さあたりの波の数を表し、波長ラムダが決まると波数形も決まります。結晶は原子が三次元的に配列しているため波数形も三次元的な波数ベクトルになり、成分として KX、KY、KZ を持ちます。この KX、KY、KZ を座標とする空間が逆空間です。結晶構造に対応する実格子に対してその周期性を反映した逆格子が逆空間には存在します。逆格子の周期は A 分の 2π となります。単位が長さ A の逆数になることから逆格子や逆空間と呼ばれます。波数形にディラック定数をかけたものが運動量 P になります。そのため逆空間は運動量空間とも呼ばれ、あるいは逆格子空間や波数空間、K 空間と呼ばれることもあります。以上のように原子の周期配列に対応して固体の構造や電子状態も周期的になるため波を用いて記述することが便利なのです。波の特徴として実空間の座標や波長ラムダではなく逆空間の波数形を用いた方が便利な理由は後で述べます。固体物理における逆格子の定義を説明します。 X、Y、Z を座標とする実空間において単位格子の軸に対応する基本格子ベクトルを A1、A2、A3 とします。それに対応して KX、KY、KZ を座標とする逆空間では逆格子基本ベクトルを B1、B2、B3 とします。この時 A1、A2、A3 と B1、B2、B3 の間にはこのような関係があります。これが逆格子基本ベクトルの定義です。これらの式の分母は A1、A2、A3 の作る平行六面体、つまり単位格子の体積です。 B1 の方向は A2 と A3 の外積であるため A2 と A3 の作る面に垂直です。 B2 はA3 と A1 の作る面に垂直で、 B3 は A1 と A2 の作る面に垂直です。 B1 の大きさは A2 と A3 の作る面の面間隔の逆数です。このように実格子が決まると逆格子も決まります。例えば二次元六方八の素格子の場合を考えます。
基本格子ベクトルが A1、A2 の時の逆格子を描いてみます。逆格子基本ベクトル B1 は、A2 の作る面に垂直な方向を向きます。そこで、逆格子の原点を適当に決め、そこから右斜め下の方向に B1 を描きます。B1 の長さは、面間隔の逆数になりますが、まずは適当に描きます。続いて、B2 は、A1 の作る面に垂直な方向です。B2 の長さも面間隔の逆数ですが、六方格子では、B1 と同じ長さとなります。B1 と B2 が描けたら、-B1 や -B2 を描きます。また、B1-B2、-B1+B2 なども描きます。このようにしてできた格子が逆格子です。実格子が六方格子である場合、逆格子も六方格子となります。結晶構造に単位格子があるように、逆格子にも単位格子に相当するものがあります。これをブリル・アンゾーンと呼びます。ベクトル B1 や B2 などの垂直二等分線で囲まれた六角形を第一ブリル・アンゾーンと呼びます。ブリル・アンゾーン中の対称性の高い点には名前がついていて、例えば、原点をガンマ点、六角形の頂点を K 点、点の中点を M 点と呼びます。このように、結晶構造の要素である実格子が決まると、それに対応して逆格子も決まります。逆に、逆格子が求まると、実格子を求めることができます。結晶構造がわかると、逆格子を計算することができます。計算によって求めた逆格子と、実験で得られた逆格子が一致するかどうかを見ることで、その物質の構造を調べることができます。結晶構造を調べるためには、解説と呼ばれる実験を行う必要があります。解説実験の中でも、最もよく行われるのは、X 線解説実験です。X 線解説では、資料に X 線を入射し、散乱された X 線を検出して構造を調べます。この時、入射角シータを変えて強度を測定します。右の図は、ある資料の粉末 X 線解説曲線です。入射角シータと結晶の面間隔 D が、2D サインシータイコールラムダを満たした時にピークとなります。ラムダは X 線の波長です。この式を使って、ピークの位置から面間隔を算出することができます。例えば、最も強いピークは、2θ=35.6°にあり、その面間隔 D は、2.52 オングストロームと計算できます。2.52 オングストロームは、左の図のこの間隔に相当します。このように X 線解説曲線を解析することで、物質の結晶構造を知ることができます。実際には、結晶構造を仮定して解説曲線を計算し、実験結果と一致すれば、仮定した構造が正しかったことがわかります。ここで、2D サインシータイコールラムダの両辺を D ラムダで割ると、ラムダ分の2サインシータイコール D 分の1となり、両辺とも単位は、長さの逆数になります。つまり、横軸を、ラムダ分の2サインシータとすると、面間隔の逆数の次元を持ちます。したがって、この横軸が、逆空間における波数形に対応します。解説パターンにおけるピークが逆格子点に相当します。以上のように、X 線解説実験では、逆格子を間接的に観察することができます。一方、電子解説実験では、逆格子を直接観察することが可能です。透過型電子顕微鏡や低エネルギー電子顕微鏡を用いると、電子解説図形を取得することができます。電子解説図形は、逆格子の断面を観察したものです。例えば、資料を傾斜させて、様々な断面を観察し、三次元的な逆格子を調べます。そして、結晶構造を知りたい物質について、構造を仮定して、逆格子を計算により求めます。求めた逆格子の断面と、電子解説図形が一致すれば、仮定した構造が正しかったことになります。電子解説図形の解析は、このように行います。また、実格子と逆格子の変換は、数学的にはフーリエ変換と呼ばれます。フーリエ変換の式では、実空間の座標 X の関数である FX を、逆空間の座標 K の関数である FK に変換しています。例えば、K
左に示す実光子に対して高速フーリエ変換という処理を施すと、右に示すパターンが得られます。これが逆光子の断面に相当します。透過型電子顕微鏡観察により得られた電子解説図形とよく一致しています。したがって最初に仮定した構造が正しかったことがわかります。この解説図形に対して対物絞りを入れて高分解濃度を得ることもできます。これは逆フーリエ変換に対応します。逆フーリエ変換では逆空間の座標である波数 K の関数を実空間の座標 X の関数に変換しています。このように解説という実験では逆光子を調べていることになります。結晶構造を知るために実際の実験では逆光子を調べているわけです。固体の多くの性質は電子状態によって決まります。その固体中の原子は規則的に配列しています。そのため結晶中の電子は周期的なポテンシャルのもとに存在します。したがって電子状態はその周期に対応する波数に依存します。例えば固体中の電子のエネルギーは逆空間の座標である波数 K の関数となります。固体中におけるエネルギーと波数の関係を分散関係と呼び、エネルギーバンド構造と呼ぶこともあります。例えば図に示すシリコンのバンド構造において、縦軸はエネルギーであり横軸は波数です。波数に対してエネルギーが存在しない領域、すなわち近性体があるため、シリコンは半導体です。近性体のエネルギー幅をエネルギーギャップと呼びます。エネルギーバンド構造が分かると固体中の電子の運動についても理解することができます。ここでニュートンの運動方程式によると、実空間における質量 m の物体に力 f を加えると速度 v が時間的に変化します。速度 v は位置である x の時間変化で表せます。一方で固体物理学においては、固体中の電子に力 f を加えると波数 k が時間的に変化します。そして電子の速度である分速度はエネルギーの波数微分で表されます。エネルギーの波数微分はエネルギーバンドの傾きに相当します。ここにシリコンのバンド構造におけるフェルミエネルギー付近を示します。例えば矢印で示す価電子体の頂点では傾きがゼロになるため、分速度はゼロとなり電子は動くことができません。そのような電子やホールに対して電場や磁場をかけて力 F を加えると、波数が時間的に変化します。波数が変化し頂点から右や左に動くと、その地点での傾きに対応する速度で動けるようになります。傾きの大きいバンドは速度が速く、小さいバンドは遅くなります。このようにバンド構造を理解することによって電子の運動について理解することができます。このようなエネルギーバンド構造は角度分解光電子分光という測定によって直接観測することが可能です。二次元物質であるグラフェン試料に対して行った測定結果がこちらです。計算によって求めたバンド構造と類似しています。フェルミエネルギー、ゼロエレクトロンボルトでのバンドの傾きをフェルミ速度と呼びます。実験結果からフェルミ速度を求めると、秒速約 1000km であることがわかります。以上のように逆空間における電子のエネルギーを調べると、物質の特徴を理解することができます。ここでは電子状態のみに注目しましたが、固体中の振動などの状態も似たような分散関係を持ちます。まとめです。逆光子の定義は、波数 KX、KY、KZ を座標とする逆空間における光子です。逆光子を考える意味は2つあり、まず解説実験で逆光子を調べることで実光子に対応する結晶構造を知ることができます。2つ目として、固体中の電子のエネルギーは波数 K の関数となり、その関係により電子の運動の基礎を理解することができます。以上です。ご視聴ありがとうございました。